皆さんこんにちは、黒猫の宮です。白猫の真央だよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は2020年4月から2024年3月まで小学校で使われた4年生の教科書内容の一問一答になります。東京書籍の新しい理科の内容の問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。暖かくなると。第1問、風通し、日光の当たり方、地面などの高さなどを正しく揃えて測った空気の温度のことを何と言いますか？答えは気温です。第2問、気温は何が直接当たらないように測りますか？答えは日光です。第3問、気温は地面からどのくらいの高さで測りますか？答えは1メートル20センチから1メートル50センチです。第4問、気温は何が良いところで測りますか？答えは風通しです。第5問、温度計を読み取るとき、温度計と目の角度はどうしますか？答えは直角にします。第6問、林や野原などで観察するときはどのような服を着ますか？答えは長袖の服です。第7問、林や野原などで観察するときはどのようなズボンを履きますか？答えは長ズボンです。第8問、観察するときに動かした石などは観察が終わった後どうしますか？答えは元に戻しておきます。第9問、目を痛めるので虫眼鏡で見てはいけないものは何ですか？答えは太陽です。第10問、ヘチマの種をまいたら土が乾かないように時々何をやりますか？答えは水をやります。第11問、ヘチマの芽が出たら何によく当てて育てますか？答えは日光です。第12問、ヘチマの葉が何枚になったら花壇や大きいプランターなどに植え替えますか？答えは3から4枚です。第13問、ヘチマの植え替えの時は茎や何を傷めないように気をつけますか？答えは根です。第14問、ヘチマの植え替えの時は苗を何ごと移しますか？答えは土です。第15問、アゲハの成虫は何を吸いますか？答えは花の蜜です。第16問、春になるとアゲハの成虫は何を産みつけますか？答えは卵です。第17問、春になるとツバメはどこから日本にやってきて卵を産みますか？答えは南の方です。第18問、カブトムシの幼虫はどこで育っていますか？
答えは土の中です。第19問、暖かくなると何を咲かせる植物が多くなりますか？答えは花です。第20問、暖かくなると葉や何が出たりする植物が多くなりますか？答えは芽です。第21問、暖かくなると何を産む動物が多くなりますか？答えは卵です。第22問、暖かくなると盛んに何を始める動物が多くなりますか？答えは活動です。動物の体の作りと運動。第1問、腕を触った時柔らかい部分にあるものは何ですか？答えは筋肉です。第2問、筋肉に何を入れると硬くなりますか？答えは力です。第3問、腕を触った時いつも硬い部分にあるものは何ですか？答えは骨です。第4問、腕を曲げるとき腕の内側の筋肉はどうなりますか？答えは縮みます。第5問、腕を曲げるとき腕の外側の筋肉はどうなりますか？答えは緩みます。第6問、腕を伸ばすとき腕の内側の筋肉はどうなりますか？答えは緩みます。第7問、腕を伸ばすとき腕の外側の筋肉はどうなりますか？答えは縮みます。第8問、腕を曲げた時に硬くなる部分には何がありますか？答えは筋肉です。第9問、腕の曲がる部分は骨と骨のつなぎ目でこの部分を何と言いますか？答えは関節です。第10問、体を支えたり守る働きがある体の作りは何ですか？答えは骨です。第11問、脳を守っている骨はどこの骨ですか？答えは頭です。第12問、カゴのような形をしている骨はどこの骨ですか？答えは胸です。第13問、胸の骨は肺や何を守っていますか？答えは心臓です。第14問、人の表情はどこの筋肉を動かすことによって作られますか？答えは顔です。第15問、人の体はどこで曲がりますか？答えは関節です。第16問、骨についている何が縮んだり緩んだりすることによって動きますか？答えは筋肉です。第17問、ウサギの骨の形は人と同じですか？
答えは同じではない、または違います。第18問、ウサギには背中の骨がありますか？答えはあります。第19問、ウサギには筋肉がありますか？答えはあります。第20問、ウサギには関節がありますか？答えはあります。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。